吸血鬼のヨミヤ君とお付き合いを始めて数ヶ月、幸せな毎日なんですが、はっ、今した。治癒の反応が可愛すぎて。ごめんごめん。ヨミヤ君の愛情表現がすごすぎて困ってます。あんなの心臓持たないよ。そもそもヨミヤ君と私じゃ恋愛経験値違いすぎるし。ヨミヤ君かよ。好きって何？でも拒否してばっかりだとヨミヤ君も悲しいよね。してるよ、嫉妬。意外と私のこと気にしてくれてるし、私ももっと素直に好きを伝えられたらな。関助、来週宵春学院大のオープンキャンパス兼学園祭がある星の宮の進学率が一番高い大学だ。高2からは絶対参加だぞ。進路もうそんな時期か。宵春大って凛の彼氏がいるところだっけ？うん、学祭でもなんか展示やるらしいよ。凛ちゃんの彼氏さん気になる。凛の彼氏見たい。まあいいけど、あんま期待しないでよ。凛ちゃんも宵春大受ける予定なの？まあね、彼氏と学部は違うけど、私は法学部の予定。ひまりちゃんは？私は4年生大の文学部ってだけ決めてるかな。千春も同じ大学行くって。みんなちゃんと考えてるんだな。ヨミヤ君はどうするんだろう。そういう話しないの？全然したことない。まあヨミヤは何でもできるからな。実家も天下のヨミヤ家だし。天下？親族には政府関係者とか芸能人もたくさんいるんだっけ？国内でもトップの資産家で土地持ちだからね。政府？資産？土地？ほら、ここだってそうじゃん。あと月白もね、姉妹校だし。全然知らなかった。私、そんなすごい人と付き合ってたんだ。今はそんな関係ないけどさ、結婚したら大変だね。結婚？チユなら絶対妄想してると思ってた。ヨミヤチユってノートに書いてにやけたりしたことないの？ないよ。まだ全然リアルじゃないけど、いつかそうなれたら。最新のリボン2月超特大号は2021年もハニレもいいや。表紙&カラー